皆さんこんにちは。1997年に結成され、加入と卒業を繰り返し活躍を続けているモーニング娘。数々のトップアイドルを生み出していますが、その中でもプロデューサーのつんく♂さんにエースを超えたミラクルと称され、2006年にはテレビアニメキラリンレボリューションの主人公月島キラリ役で声優デビューした久住小春さん。当時はアニメの効果もあって爆発的な人気を誇り、誰しもが憧れるトップアイドルでしたが、数々の言動が問題になり性格が悪いと言われていたことをご存知でしょうか。また同じモーニング娘。で教育係でもあった道重さゆみさんへの態度も悪く、かなり手を焼いたことからわがままな伝説も多くあるようです。そこで今回は久住小春さんのわがままエピソードや現在の2人の関係についてご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。ハイパー塩対応。まずは久住小春さんについてご紹介します。1992年7月15日生まれ、新潟県和島村出身。彼女はベリーズ工房の夏焼みやびさんに憧れオーディションを受験。2005年5月にただ一人の第7期メンバーとしてモーニング娘。に加入しました。大きな瞳が印象的な可愛らしさと美しさが共存した顔立ちの素晴らしい美少女。長身でスタイルも良く、抜群のルックスと持ち前のアイドル性からプロデューサーのつんく♂さんにエースを超えたミラクルと称されていました。2006年にテレビアニメキラリンレボリューションの主人公月島キラリ役で声優デビューし、ソロ歌手の活動も開始。歌い方と歌っている時の表情が非常に可愛らしく、月島キラリの楽曲を制作した前山田健一さんもアイドルの天才と評していたようです。その後キラレボは2009年3月で終了し、同年5月のファイナルコンサートをもって月島キラリとしての活動は終了。同年秋の全国ツアーをもって久住小春さんはモーニング娘。およびハロープロジェクトを卒業しました。卒業後も念願のファッションモデルになるなど、順風満帆にアイドルからモデル業に移ったかのように見える久住小春さんですが、数々の言動の悪さから性格が悪いとささやかれているのをご存知でしょうか。実は彼女にとってモーニング娘。は夢だったモデル業に進むための踏み台という旨の発言があったようです。その現場となったのは2013年1月19日放送の MBS ラジオヤングタウン土曜日でした。モーニング娘。を卒業した理由について聞かれた久住小春さんは、今だったら取り返しがつくと思ったんですよと答えたそうです。まるでモーニング娘。がロスタイムのような言い草。一緒に出演していたモーニング娘。の道重さゆみさんも、取り返しってそんな言い方ないでしょ、モーニング娘。取り返しってひどい小春と涙声で訴えたそうです。さらにはモーニング娘。に入った理由に関しても、ステップアップのためと答えると、これには村上ジョージさん、明石家さんまさんも黙っていなかったようですね。ちょっとあんた嫌われるよ、モーニング娘。をステップアップにっておかしいやんかとたしなめられたといいます。久住小春さんの頭の中では、芸能界への入り口としてモーニング娘。を選び、知名度上昇とともに本来の夢であるキャンキャンの専属モデルへという道を描いていたようです。加入当初久住小春さんの教育係だったのが道重さゆみさんですから、怒り以上に悲しみの方が勝るでしょう。この時代があったからモデルへの道も開けたわけで、多くのファンに対してもこの発言は失礼かと思います。さらにアイドルは男にゴマをするみたいで嫌だったという発言もあったようで、どうやら性格云々の問題ではなさそうです。しかしその後、
道重さゆみさんの思わぬ反撃が始まります。ハイパー塩対応。2013年9月モーニング娘。がテレビ番組おはスタに出演し、元モーニング娘となった久住小春さんと共演。久住小春さんのモームス時代に教育係を担当した道重さゆみさんは、これまでもラジオ番組などで久住小春さんに手を焼いたことを明かしており、この日も番組の企画で道重さゆみさんがそのわがままな伝説を話し出したところ、久住小春さんが土下座して謝る事態となったのです。2002年にモーニング娘。のオーディションに合格して6期メンバーとなった道重さゆみさんは、2005年の5月6日から7期メンバーである久住小春さんの教育係となりました。メイン MC の山寺宏一さんから、道重さゆみさんがモームス時代に久住小春さんの教育係を担当したことが紹介され、めちゃくちゃ大変でしたと道重さゆみさんが言い切ると、久住小春さんもたくさんご迷惑かけちゃってすみませんでしたと罰が悪そうです。そんな二人の関係はさらにあらわになっていきます。当時のモーニング娘。はフォーメーションダンスを特徴としており、それについて解説した道重さゆみさんが、みんなでひたすら揃えているよねと練習の苦労を語った時です。久住小春さんがダンスのかっこよさに、小春も胸騒ぎしちゃってまたやりたくなっちゃったと笑顔で口にすると、道重さゆみさんから、小春には無理とバッサリ切られていたのです。トークは進んでいき、番組の企画であるモーニング娘。が告白、語り継がれる小春伝説が始まると、このコーナーは番組リハーサルでも触れなかったらしく、久住小春さんは、ええやだやだやだと慌てている様子。モームスファンの間では有名なエピソード、電話回線伝説についてトークは進みます。彼女が久住小春さんの教育係になったばかりの頃、久住小春さんから、大変です、すぐにお家に来てくださいと電話があったので、慌てて自宅に駆けつけます。すると、電話線つないでくださいと彼女に言われたのです。なんと雑用係として先輩を呼びつけていたのです。道重さゆみさんは、テレビの録画をしてくださいと言われたことも明かし、さらにトーク続けようとした時、どうもすみませんと久住小春さんが額を床につける見事な土下座をして詫びたのです。その後も他のメンバーから、先輩やマネージャーから聞いたというエピソードが暴露され、照明のライトで日焼けすると思い、いつも日焼け止めを塗っていた。マネージャーや先輩から怒られても落ち込まず、全く動じないというエピソードですが、道重さゆみさんの暴露に比べるとまだ可愛いものです。久住小春さんの実態を経験しているのは道重さゆみさんだけなのです。彼女は久住小春さんの動じない性格について、こんなに聞き分けが悪い子がいるんだと思った、今日もきっとルンルンで帰るはずと容赦ありません。最後に感想を求められても、珍しく小春ちゃんが動揺していたので、してやったりですと笑みを浮かべてみせたほど、教育係時代のわがままエピソードによって、道重さゆみ vs 久住小春とも言える関係となり、そのため自然と久住小春さんに対して辛く当たってしまうのでしょう。先輩で教育係にもかかわらず、こんな態度を取られてしまったら無理もありません。教育係とは関係のないことばかりこなしていたことから、結果的にストレスをため込むことになり、道重さゆみさんは自分の眉毛を抜くようになってしまい、眉毛がすごく細くなったというエピソードもあるのだとか。ここまで凄まじいバトルを繰り広げてきたお二人ですが、現在友好関係はあるのでしょうか。ハイパー塩対応。調べてみたところ、番組共演があった2013年9月以降、目立ったネットニュース記事や目撃がないことから、
決して仲が良いとは言えないようですね。かつて同じ元モーニング娘。の田中玲奈さんと藤本美貴さんにも不仲説がささやかれていましたが、コンサートで共演した際、不仲ではないとはっきり否定していました。このことから現在でもお互い相性が悪いと思っているのかもしれませんね。かなり壮絶な過去があるお二人ですが、現在も芸能活動を続けており、SNS では変わらず綺麗な姿を発信し続けています。いつかまた共演する日が来るのでしょうか。今後も要注目ですね。いかがでしたでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。それではまた。